バンダイ山稲葉城町中心部亀は白公園から眺めた稲葉城町内4月撮影稲葉城町は福島県の藍津地方に位置し山群に属する町稲葉城ろこの北岸に面し東西北の山方を藍津バンダイ山をはじめとする山々に囲まれた自然豊かな町日本海式気候で冬は積雪1から2メートルとなる野口秀代の生誕地としても知られる 観光業のほか、米の生産調整対策に伴う、添作作物としての蕎麦をはじめ、バンダイトマト、七つ森牛乳、バンダイ黄金味噌、揚げ饅頭、笹団子、船の甘露煮、山菜加工品、湯の花、中野沢苔子、鶴細工、聖酒などを特産とする。北西にバンダイ山がそびえ、南には稲わしろ子をたたえる。 かつ火山を三つも抱える珍しい自治体である。天橋閣このほか福島県立富岡高等学校国際スポーツ科のサテライトキャンパスが稲わ城高校に曲がりする形で設置されている。稲わ城町は福島県中通り地方と合図地方を結ぶ主要街道の中継地点として古来より交通の要衝として戦略上重要視されてきた。現在も福島市、 郡山市と会津若松市の中間地点、また観光地裏バンダイへの玄関口として交通上、重要な役割を果たしている地域である。稲わし駅稲わし湖北岸の浜、野口秀夫記念館稲わしスキー場から見た稲わし湖2009年にフリースタイルスキー世界選手権が稲わし町で開催されたが、開催までには、右与曲折があった。契約書を 全く理解せずに誘致するという組織委員会の不手際等で当初の財務計画5億7900万円をはるかに超える21億円以上の予算となることが発覚した。開催地である稲葉城町の負担は財政的にも不可能であり、福島県に差分を補填してもらう以外に手段はなかった。非常に難しい情勢であったが、大会は 予定通り3月2日から3月8日まで行われ、上村愛子が2個の金メダルを獲得するなど話題を集めた。ありがとうございます。